皆さんこんばんちーす、あゆかです。よろしくお願いします。はい、今日は大好きなアニメの鬼滅の刃さんの一番くじが今日発売日だったので朝から行ってきました。今日はその開封式をしたいと思います。ではでは早速開けていきたいと思います。まずは F 賞のラバーストラップ柱バージョンからです。ではでは開封していきたいと思います。何が出るかな、何が出るかな。開封したのが初めてなのでちょっとドキドキなんですけど、早速開けていきたいと思います。せーの。
ぱ炭治郎だよね。では3個目にしたいと思います。何が出るかな、ハガネルカさんのラバストラップ珍しくないですか。やばー、サンジローとネルカさんの次は全員かと思いきやのハガネルカさん、インパクト強いですね。4個目です、開けまーす。全員釣れてほしい。サンジローも出てほしいな。これだけ開けに行くと手についてちょっと待ってくださいね。はい、はい、開けるの下手なのバリさん。はーい、ではでは、せーの、うろこなしちゃった。まあね、炭治郎が出たからね。出ました。強い。で、お次は炭治郎。決めるか。で、次が鋼鐵塚さん。そしたら次は鱗の日さんでした。今日全員知らなかったけど、柱の人たちがすごい引きが強かったから。そっちで嬉しさは来ましたね。はい、では次 D 賞です。 D 賞は1つしかないんですけど、クリアファイル。え、これ可愛くないですか。善逸、ここに善逸がやっといてくれた。そう、裏は見えるかな、炭治郎と鱗出しさんになってます。使おう。両面あるっていうのがすごいですよね。イエイ。で、目玉なんですけど、いや、これは開ける前からね、もう見えるものだから、これは嬉しいんですよ。あ、見えてた。紹介します。これが一番大目玉でした。今回大目玉っていうか、もう本当に一番嬉しかったです。開けます。じゃじゃーん、 C 賞のねずこちゃんのフィギュアが当たりました。ねずこちゃん当たったんです。ねずこちゃん、すごくないですかこれ。本当に C 賞すごい、本当にすごい。まさかフィギュアがなんかこんなすごい多い回数やって、もうフィギュアが当たればいいかなぐらいでいたんですけど、そしたらパカってくじ開けた時にこの鎌田禰豆子新章フィギュアって出てきて、えって思って、もうお姉さんの前で叫びそうになっちゃったけど、なんとかこらえてこらえて我慢して、いやー出ましたねー。禰豆子ちゃんです。見えますかね、これ本当に豪華。いや嬉しかったんですよね、本当に。これとあとフィギュアがねずこちゃんと善逸としのぶさんのフィギュアが今回目玉となっているんですけど、ねずこちゃん出て本当に嬉しかったです。いやー本当に、早速お湯に飾ります。見ちゃった。はい、という感じで開封式でした。じ
かができたか。この、鬼滅の刃の一番くじ並んでる時もやっぱりすごい行列ができてて、朝開店と同時ぐらいに私も行ったんですけど、すごい並んでたので、やっぱり鬼滅の刃の人気って本当すごいんだなって感じた一日でした。いやでも本当にもうねずこちゃんのフィギュアが出たのも嬉しかったです。やっぱくじってワクワクするなって思いました。だけどまたね、一番くじの鬼滅の刃のくじとかがあったらまた開封式、開封動画やらせていただきたいなって思うので、よかったらまた皆さんも見てください。今日はありがとうございました。